ましてありがとうございます。市議会議員に立候補させていただきました宇治さやかです。私が初めて佐渡に来たのは平成16年になります。佐渡市が合併した年なんですが、それから12年が経ちました。最初の10年間は佐渡市のケーブルテレビでいろんな地域を回って取材をしながら皆さんとの交流も深めさせていただいて、いろんなことを教えてもらいました。その取材の中で自分が特に最後の4年か5年力を入れたのが医療と介護の番組制作、そして子どもの番組、その中には障害のことも含まれますが、そういった番組作りでした。ケーブルテレビが終わった後は市役所の高齢福祉課の介護保険係に移動しまして、介護を必要とするさまざまな高齢者の状況を勉強させていただきました。一番最後に移ったところが市役所の総合政策課の人口減少対策室というところになります。去年の6月の突然の移動だったんですけれども、人口減少対策室に移動してからは佐渡市は人口がずっと減っていますので、その人口減を食い止めるための計画策定に携わってきました。仕事の内容はどれもとってもやりがいがありまして、とっても楽しかったんです。でもただ私が佐渡に来た12年間でいろんな方と出会って一つ感じてきたことがあります。それは佐渡の人たちは本当に言いたいことが言えているのだろうかということなんです。佐渡で子育てをしているお父さんやお母さん、佐渡の子育て環境に言いたいことがたくさんあると思います。それから私のように島外から来た方、そうした方には市内の細かい情報というのはなかなか伝わっていません。それから市内で介護サービスを受けている高齢者の皆さん、幸せでしょうか。自分がしてほしい介護、してほしい医療が受けられているでしょうか。そしてそういった方々に対して介護の情報とか医療の情報っていうのは伝わっているんでしょうか。まず私が一つ目に実行してみたいことは、子どもの成長を応援できる佐渡を作りたいということなんです。子どもの成長を応援できる大人であふれる島にしたいんです。子どもが外でこうのびのびと遊んでいる姿が市内の中に見えるような佐渡にしていきたいと思っています。で、私が人口減少対策室にいるときに市内の子育て世代の方々にアンケートというのを取りました。それは計画を作るためでもあるんですが、今子育て世代の8割のお母さんが仕事をしています。で、そうした方々がに実際にアンケートを取ると、佐渡は子供を遊ばせる場所がない、冬は子供を連れていくところがないっていうふうに多くの方がそう言われます。こんなに自然の環境は豊かで、いろんなことを知っている、知識があって技術があっていろんな文化を知っている高齢者の方々がいらっしゃいますので、そうした方々と子どもがつながって外で遊ばせればいいんじゃないかってそう思う方も皆さんの中にいらっしゃると思うんですが、実際に集落を回ると今子どもが1人や2人しかいない地域があります。そして公園に行ってみると、公園の遊具や学校の遊具っていうのは壊れているんです。ブランコも外されていて、黄色いテープが貼ってあって全然遊べないような状況なんです。で、私の子供今小学生なんですが、市内の児童クラブというところに通っています。児童クラブとは学校が終わった後、保護者が仕事をしている間に学校が終わった後子供さんを預かってくれる場所のことです。前で言うと学童保育のことになるんですが、その児童クラブには今平日仕事をしているお父さんお母さんのお子さんがたくさん地域の児童クラブに通ってらっしゃいます。でも児童クラブでは一切外遊びができないんです。全く外で遊ぶことができないんです。今このアミューズメントの横に沢田の児童クラブがあるんですが、そこに今70人ぐらいいらっしゃるんですけど、この春から90人のお子さんがそこに通います。で、それを見ている先生は5人です。その中にはある障害を持ったお子さんなどもいらっしゃいますけれども、
先生たちへの、そういった研修なども今はなかなかできていないというのが現状です。私はやはり自分の子供が児童クラブに通っていますから、子供が小学校1年生から6年生までの放課後、一番体を動かして勉強したり遊んだりしてほしい時期に、ただあの狭い部屋の中に閉じ込めておくという環境が子供を成長させるとはとても思えないんです。この環境に子供たちを閉じ込めておくことが親として変えたいんです。それがいいとはとても思えません。私はそうした子供たち、まあ、もちろんその児童クラブを利用されていないお子さんもいらっしゃいますし、もしくはあの自宅におじいちゃんおばあちゃんが子供を見れる方がいらっしゃる方は児童クラブを使っていないということもあります。でも例えばこの春休み、市内のいくつかの児童クラブ回らせていただいたんですが、間野の児童クラブの前では家に見てくれる方がいて、子供たちが児童クラブの目の前で、間野体育館の前で木登りをしながら遊んでるんです。でも見てくれる人がいない子供たちは児童クラブに通っているわけですよね。そうした子供たちは朝の8時から夜までずっと部屋の中にいるんです。どんなに天気が良くても。でそうした児童クラブに備品を使える予算というのは1万円とか2万円とかとても少ない金額です。とても本を5冊ぐらい買ったら終わってしまうような金額です。子供たちの意欲を引き出してあげるような、伸ばしてあげるようなものを買ってあげることもできません。私はとにかく子供が外でのびのび遊べるように、まずは児童クラブを外で遊べるように開放してあげたいと思っています。それがまず自分がやりたいことの一つです。でただ開放してただ外で遊ばせるのではなく、本当に子供に意欲を引き出すような、子供たちの意欲を引き出すような遊びを教えられる放課後児童指導員という資格を持った方々を増やしていきたいと思っています。皆さんで子供がのびのびと成長できる環境を作っていきたいと思います。そして2つ目です。私がやりたいことの2つ目は、どんな困難やどんな障害を持っていても、その地域で生き生きと働くことができる社会を作ることです。皆さん今市内にどれぐらいの障害を持った方がいらっしゃるかご存知でしょうか。身体障害者手帳を持っている方だけで今4000人いらっしゃいます。私の友人もいますけれども、その中には。でどんなあの障害といっても、あの認知症などさまざまな困難を抱えた方も含めれば5000人や6000人という数に上ります。今市内の10人に1人が困難を抱えながら生活をしているというのが現状です。皆さんにとって住む人たちが幸せで元気に暮らしていける地域っていうのはどういった地域を想像しますでしょうか。私は今10人に1人がそういった方ということを知っていますので、そういった方々が自分の力を発揮できる地域に変えていきたいと思っています。なかなか難しいことなんですけれども、あの今子どもたちのそうした障害を持った子、いろんな困り感を持った子の力を発揮するためにプレジョブ茶道という活動があります。でこのプレジョブ茶道っていうのは小学校5年生から高校3年生までの何らかの困り感を持った子どもさんが対象なんですが、そのお子さんにジョブサポーターというその子の障害の特徴をうまく伝えられるサポーターさんがついて、でその子と一緒に企業に就労の体験に行くという活動になります。でその活動を通して子どもさんは半年ぐらいこう仕事の体験をするんですが、さまざまなこう困難を抱えていますので、やっぱりあのその障害の特徴も企業側に知ってもらいながら自分のできる仕事というのを見つけていくということになるんですが、長いそういった期間を設定してあげることで子どもと企業がうまくこうつながっていくようになります。それから仕事の楽しみが見つけられたり、企業側もその子への理解が深まったりします。3年前私が取材したある A さんという方は、あの市内のある介護施設で仕事の体験をしたんですが、初めはやっぱりある障害を抱えていますのでなかなか仕事を覚えるのが難しかったんですけれども、利用者さんのお風呂上がりの髪の毛をドライヤーで乾かす仕事をしていたんです。で半年前は
最初は片手でしかドライヤーを持つことができなかったんですが、半年仕事の体験をしたらドライヤーをこう持ち帰ることができるようになったんですよね。で、私たちにとってみればそれって本当に普通のことだと思います。でもある障害を持っている方にしてみるとそれがとっても大きな進歩なんです、成長なんです。まあ、いろんな困難を抱えた方、もしかしたら認知症の方、介護されていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、そういった状況がなんとなくこう思い浮かぶようなことも方もいらっしゃると思うんですが、そういった大きな成長にそのジョブを通してこうつながっていくことになります。で、私はこのプレジョブという体験をもとにして大人版の就労支援の仕組みを作りたいと思っています。例えば大人の認知症の方、大人の軽度発達障害の方、それから不登校のお子さん、なかなか人と関わることがコミュニケーションを取ることが難しくて就労できない若者というのが今佐渡市内にたくさんいらっしゃいます。で、プレジョブ佐渡はやはり子どもさんを対象にした活動ですから、今高校3年生までですけれども、それを大人版に変えまして大人の方々に対するそうした就労支援の仕組みを作って、どんな困難を持っていても生きがいを持って働けるつながりを作っていきたいと思います。八幡の中に、八幡に地域若者サポートステーションというところがあるんですが、そこはプレジョブよりちょっと上の年齢の方、15歳から39歳までの若者の就労を支援している場所なんですが、そこでは年間数百件の相談があるんですけれども、実際に就労できる方というのは10分の1ぐらいになります。で、やはりそうした方々の中には何らかの困難を抱えた方がいらっしゃいます。今地域若者サポートステーションで働いている職員の方、支援の方はやはりそうしたこう企業とその何らかの障害を持った方をこうつないでくれる、サポートしてくれる仕組みが一番必要だというふうに言っています。これからぜひ協力してそうした仕組みが作れればなと思っています。もし皆さんの心の中にそうした障害を持った方などを知っていて、こんな取り組みをしてほしいという心の声がありましたら、私に届けていただけたらと思っています。そして最後になりますが、3番目、私がやってみたいことの3番目は、自分らしくこう最後まで生きられるように、医療と介護をつないで医療や介護の情報を皆さんに提供していくということです。2年前ですが、そちらに講演会長してくださっている岡崎先生が、宇治さんに見てもらいたい絵本があるからちょっと小児科まで取りに来てという連絡がありまして、で、私仕事が終わった後行きました。で、先生に渡された絵本は、レンちゃん初めての看取りという絵本だったんです。レンちゃんのおばあちゃんもうすぐ死んでしまいそうなんです。もう呼吸もかすかにしかしていないような状況で、レンちゃんが話しかける声ももうおばあちゃんには届いていないかなというような状況でした。で、医師がおばあちゃんの心臓が止まったことを告げました。その時、レンちゃんなんておばあちゃんに声をかけたと思いますか？どんなことをしたと思いますか？レンちゃん、おばあちゃんのほっぺにチューをしてさよならをしたんです。おばあちゃんのほっぺにキスをしてあげてさよならをしたんです。私この絵本を読んだ時に、今こうした最後を迎えられる方がどれぐらいいるかなっていうふうに思ったんです。今佐渡市内で実際に自宅で最後を迎えられる方というのはとても少ない現状です。もちろんそうした状況を見れるお医者さんが少ないということもあります。そうした中で今佐渡市内の救急搬送の約9割は佐渡病院になります。もし老衰などで最後を迎えようとしていても、安らかな最後を迎えようとしていても救急車で病院に搬送されれば医師は救命するしかないんです。どんなに安らかにも最後を迎えようとしていても、胸を押して骨が折れるかもしれませんけれども、その方の命を助けるしかないんです。私は市内の介護施設で特別養護老人ホームでたくさん取材をしましたけれども、医師の疎通ができないまま、医療や経管栄養でつながれたまま、体の関節が拘縮して動かないまま、
3年や5年、10年と家族が見に来ることもない、そうした高齢者の姿をたくさん取材してきました、たくさん見てきました。もしそれが本人の希望であるならばそれでいいと思うんです。でも実際はそうでないケースがたくさんあります。今市内の先生たちとても忙しいです。佐渡病院の三平先生は脳認知症や脳梗塞などの患者さん今1日に90人見ています。診察終わる頃はもうくたくただそうです。整形外科の老沼先生は1日100人から120人の患者さんを見ています。それから愛川病院の吉井院長は、私会った時に忙しすぎてもう君に次に会うのは天国かなと言われました。それぐらい忙しい状況です。そして例えば先ほどのように病院に救急搬送された時に、上手にその方がどんな最後を迎えたいのか、どういう介護をしてほしいのか、どんな医療を受けたいのかっていうことを伝えられる介護職員さんというのは今とても少ない状況です。やっぱり医療と介護がなかなか連携できていないということがそこにはあります。もちろん介護職員さんも痰の吸引とかおむつ替えなどで手が離せない状況ですから、なかなか病院に来てそういったことを伝えるというのは難しいんですけれども、そういった時に自分の希望などを伝えられるケースはとても少ないんです。私はこれから自分がつないできたネットワークを生かしながら医療とか介護の情報を皆さんに伝えられる仕組みを作ってあげたいと思っています。それから市民の方とお医者さんが実際に話をして、どんな医療をしてほしいか、どんな介護を受けたいかっていうのを顔を合わせながら話ができる機会をたくさん作り出したいと思っています。それを望んでいるお医者さんもいらっしゃいます。それは私希望だと思います。佐渡にとってのこれまで私は医療や介護や子育ての現場でたくさん番組を作ってきました。やっぱり人と人がつながれば温かい眼差しが増えて、助け合いながら子育てができます。人と人がつながれば安心した医療介護体制が作り出せます。人と人がつながれば佐渡がもっと元気になると思うんです。平成16年からもう佐渡市はもう一つになってます。もう自分の地域のことを考えるだけでは子どもは増えませんし、安心した医療介護体制は作れません。私は皆さんの心の中にある声をぜひ今度は私に届けていただきたいと思います。それを必ず佐渡を一つにする力に変えてみせます。これからは皆さんと一緒に佐渡を一つにつないでいけたら嬉しいです。どうか私に声を届けてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは拍手ありがとうございました。